千吉は空車を引いて帰ってきた彼の腹は十二分に張っていたこれまでにも腹いっぱいに食ったことはよくあるしかしこんなうまいものでいっぱいにしたことはちょっと思い出せなかった彼はふと先日京橋の屋台寿司屋で恥をかいたことを思い出したようやくそれを思い出した すると初めて今日のごちそうがそれにある関係を持っていることに気がついたもしかしたらあの場にいたんだと思ったきっとそうだしかし自分のいるところをどうして知ったろうこれは少し変だと彼は考えたそういえば 今日連れて行かれたうちはやはり先日番頭たちの噂をしていたあのうちだ全体どうして番頭たちの噂まであの客は知ったろう。千吉は不思議でたまらなくなった番頭たちがその寿司屋の噂をするように A や B もそんな噂をすることは千吉の頭では想像できなかった彼は一途に 自分が番頭たちの噂話を聞いたその同じ時の噂話をあの客も知っていて今日自分を連れて行ってくれたに違いないと思い込んでしまったそうでなければあの前にも二三軒寿司屋の前を通りながら通り過ぎてしまったことがわからないと考えたとにかくあの客はただ者ではないというふうにだんだん考えられてきた 自分が屋屋台寿司屋で恥をかいたことも、番頭たちがあの寿司屋の噂をしていたこともその上第一、自分の心の中まで見通してあんなに十分ご馳走をしてくれた到底それは人間技ではないと考えた神様かもしれないそれでなければ千人だもしかしたら お稲荷様かもしれない。と考えた。